ってきます。よろしくお願いします。皆さんどうします？シリーズチャンピオンがコ・ドラですけど。はい、緊張します。僕が緊張します。どう、なんとなく分かった？いや、でもさて、今日は群馬県のサイクルスポーツセンターからお送りしております。そしてですね、番組でもおなじみの荒井裕樹さんを、ゲストにお招きしております。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。よろしくお願いします。今日はね、実はね、渡すものなんですよ。その報告まず、はい、報告。2024年度、全日本ラリー選手権最高峰のクラスで無事にチャンピオンを取ることができました。おめでとう。ありがとうございます。チャンピオン。恥ずかしいです。これってあなた本当すごいことだよね。すごいですよ。そうですね。荒井さんってそれこそトヨタみたいなファクトリーではないでしょ。そうです。どういう立場で参戦したんですか。まあ本当に全日本のラリーの選手権の一番上のクラスはスバルをはじめトヨタ自動車、メーカーワックスがほとんどのところで、でまあその自分も2020年以来、2回目なんですけど、今回その当時は2020年の時はスバルのラリードライバーとしてで取らせていただいて、で今回ちょっと個人でチームとしてどこまでできるのかっていうのをちょっとやってみたかった。すごいことじゃないですか。大体ね、そういうことするとメーカーからいじめられるんだよ。もういじめられました。あ、そう。いじめられました。あらら。だけどさ、すごいと思うよ。そのメーカーワークスに対してプライベートでチャンピオン取っちゃったんだよ。本当だよね。で、あとはさ、やっぱりそういういろんなメーカーから話が来るかもしんないわけじゃん。ね、やっぱりプライベートでチャンピオン取ったわけだから、やっぱそういうそのチャンスをね、メーカーの人は与えてほしいなと思う。俺は。そうですよね。土屋さんがそう言っていただけるので、これを見ている自動車メーカーの皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。本当ですよ。本当によろしくお願いします。荒井さんもあれですよ、人間的に成長しましたので。あなたもなんか前成長してない。前は子供だったんだよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、そんなですね、全日本シリーズチャンピオンの裕樹さんにですね、今回は番組に提案あるってことなんですよね。そうなんです。はいはい。どんな提案ですか。トヨタガズーレーシングラリーチャレンジというものが、日本全国津々浦々で、これからラリーを始めようとしてる人、ラリーってどんなものかなって、もう本当に結構いろいろな人まで参加できる。最近で言ったらスポーツ庁の室伏さんでしたっけ、もうリフっていう場所で TGR のラリーチャレンジありまして参加していて、でなんとそこに今回はですね、普段お世話になっている三間監督、ポケットモンスター、イニシャル D でお世話になっております三間監督をお迎えしてですね、僕が僭越ながらコ・ドライバーを務めさせていただけないかなと思いまして、今回三間先生を連れてまいりました。よろしくお願いいたします。三間さん、よろしくお願いします。三間さん、いいですか、どんな感じになるとか、二人で。もうやるっけないです。やるっけないです。はい。なんでラリー挑戦しようと思われたんですか。声優の匠の三木真一郎さんと、何かこう50、60になっても楽しめるものがあったらいいなっていう話をしていたら、この話をいただきまして、でその中で三木さんはスケジュールが忙しくて、で怪我をするとちょっと穴が開いたりしますので。まあ私が。でも三間さんが怪我しても穴開きません。大丈夫です。大丈夫です。怪我しないようにしますけども。いや、なんか60代になって何かこう楽しめるもの、車と一緒に遊べるものというか楽しめるものがあるといいなと。なるほどね。どういうレースに出るんですか。今回トヨタが主催しているトヨタガズーレーシングラリーチャレンジというイベントに。基本的にラリーチャレは約半数が初心者ですよね。安全も確保した状態でそのラリーというものに対してですよね。で距離も短め。そうです。距離も本当に5キロとか6キロとかしかない。テレビ見てる方がね、で実際ラリー出るっていうのはいくらぐらいかかるのかっていうこと気になると思うんですけど、実際どのぐらいかかるんですか。もちろん国内 B ライセンスっていうのが必要なんですけども、B ライセンスとこうやったウェアであったりだとか、ただウェアも本当にいいやつから、いいやつは本当に2、30万しますけど、本当にエントリーだったら3、4万とかで買えますし、だからそうやって合わせてもらって本当に全部装備が揃っているのであれば、もう6万とか7万とか、もちろん車も必要ですけど、例えば2、30万で買ってくるじゃないですか、ベースの車両を。そこからロールバーっていう安全規定を満たすロールバーと消火器をつけてもらえば、最悪この2つでもう出れます。なるほど。では例えば150万ぐらいでトータルできるってこと。あ、もう150だったらもう十分する。すごいいい車ができます。150あれば。そうだよね。レンタル車両とかもあるんですよね。一応レンタルもありますね。なので本当に初めて出て、そこからやろうかなやらないかなって決めるの、決めた人はもうレンタルで一回出て。もっとさらにね、何に興味を持ってくれるようになりますよね。これ2人でやる、交代で出るってことですか。基本的に僕がやるのはコ・ドライバーって言って、横で道を案内する役割で、三馬さんがそれを聞いてもらって、しっかり右、左ってハンドルを切ってもらう。三馬さんどうします？シリーズチャンピオンがコ・ドラですけど。はい。緊張します。僕が緊張しますから、緊張しないで。三馬さんめっちゃうまいんでしょ？いや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 、やめて。はい。だって美馬ちゃんはさ、だって俺と一緒にイニシャル D やってる頃からサーキット走ってるからね。でカートチームだとか、あとはその車のスポーツカーのねチームでサーキット結構走ってるの。だからそこは行くと思う俺。なるほど。うん。ね、じゃあちょっとラリチャレで使う車見ますかね。これせっかくなんで。こちらのこれビッツです。はい。これを使うんだ。これは誰の車ですか。これはアヘッドモーターサービスでメンテナンスしてる車なんですけども、前の番組でも取り上げてますけど、とりあえず土屋さんで三馬さん助手席に乗っていただいて、改めて土屋さんの走りを体感していただいて、ちょっとこうイメトレをね。やっぱり軍祭といえば土屋さんですよね。まずお前さ、それちょっと違うと思うよ。軍祭といえばいやいやいや新井親子だよ。違いますよ。もう皆さんはもう土屋さん。じゃあとりあえずしようか。はい。中古車買取本舗、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取本舗で検索。いきます。よろしくお願いします。捕まるとこもないですね。おせーおせー。基本的な違いって土屋さん何なんですか？ラリーとラリーは1台で走るじゃん。はい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 。そうか、相手がいないんだ。レースは何十台もいるじゃん。さっきヒロ君のやってたんですよ。サーキットコースと違う、その少しだけこう余裕というかキャパ何があるかわかんないので、やっぱこう葉っぱとかさ、はい、砂だよね。葉っぱとか砂が怖い。っていうか他の車が走るとまた状況が変わるってことですよね。今度ラリーだと。どう、なんとなく分かった？いや、でも車のせいか土屋さんの動きがよく見えますね。え、はい、車遅いから分かりやすい。いや、分かりやすいです。なるべく苔とか砂に乗らない。はい、あんまり意味つかないってことですか？そうそう、イン側もアウト側もね、なるべく真ん中を走るイメージできるだけね。はい。いかがでしたか？早かったんですけど、だけど今まで土屋さんの運転で、周知を認識できなかったんですね。早すぎて。でも今日は初めて土屋さんの運転を見れました。よかった。ちょっと楽しくなってきました。やっぱ面白いよね。いや、本当面白い。こうラリーだとさ、単独で走れるから、もう自分が怖かったらアクセル戻せばいいし、ブレーキ踏めばいいしさ。でレースだと周りにこういっぱいいるから、ライバルがね、だから相手がブレーキ踏まないとこっちも踏まないっていう、そういう意地の張り合いになってぶつかるわけじゃない。だから割と美馬ちゃんはほら、自分のスピードの範囲、恐怖の中で走ればいい。恐怖の中で。そうそうそう。今のいい言葉ですね。だたまにはいいこと言うよね。いやいや、恐怖の中で走るって。そうですよね。やっぱ基本的には安全でね、いるってことが大事ですからね。で、ひろきが横で言うんだよ。右左二足三足。こんな贅沢ないよ。確かに。聞こえるもんなんですか？多分初め僕が喋ってるけど、多分聞こえてない。そうです。目が点真っ白になっちゃう。大丈夫。スタートしてからゴールまで時間どのぐらいですか？SS にもよる。そうですね、ラリーチャレンジの場合は本当に1分とか2分なので、まあ本当にだから慣れるとかいう意味でもすごいいいイベントではあるんですよね。いいじゃん、頑張ってきてよ。ぜひいい報告を持って帰ってまいります。期待しております。はい、お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、うちら。そうですね。まあ車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーさんの車の話という、ね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験、皆さんありますので、ぜひね、ふるってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、ブレス、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、ね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか。はい、車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売、買い取りならアヘッド。改造車買い取り専門店、改造車買い取り本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買い取り本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。